我々施設を閉鎖。半径500メートル内の住民も避難が完了。戦関係者のことです。術師ではないですが、残されており、受胎が変態を遂げるタイプの場合とねんだけど。ではバカでも分かるように説明しましょう。銃でギリ一級、戦車でも心細い、そして特級当たるんだ。今日の場合だと五条先生とかな。そっか。お土産は期待するな。残念ながら緊急事態で異常事態です。絶対に戦わないこと。特急、君たちの任務はあくまでも生存者の確認と救出である。落ち着いてください。面会でこれ以上のことは申し上げられません。そんな、クイサキ助けるぞ。当然。お、結界だ。すげえな。ムチメ、そっかそっか。うわあ、やすやす、頼りにしてっからな。お、げ、何これ。ちげえよ、重力による焦灼領域の展開。え、私たち今ここから入ってきたわよね。どうしよう、それどうしよう。緊張感やっぱ頼りになるな、伏黒は。この遺体持って帰る。納得できねえだろ。あと二人のせ、後にしろじゃねえ、置いてけって言ってんだ。ここは少年院だぞ。呪術師には現場のあらゆる情報が事前に開示。の無免許運転でだ。お前は大勢の人間。じゃあなんで俺は助けたんだよ。釘先、釘先を探すのはそれからと。動け。いたどり、どこよここ。真っ暗で何も見えないんだけど。うえ、死ぬなよ。いたどり、釘先、断る。お前の中の俺が終わろうと切り分けた玉なら変わらない。だがその時は呪霊より俺がさせねえよ。だろうな。だが俺にばかり構っている。呪術じゃない、ただ呪力を飛ば。釘崎連れてここから逃げろ。二人がここを出るまで変わる。できるわけねえだろ、特急相手に片腕で。よくねえだ、シグロ頼む。残りはこれ。まるでわかんねえしな。でも今はそれでいい。とにかく時間をだい、正しいしか。俺はこんなに弱かったのか。クリサキ、カエル苦手なんすけど。悪かったな。俺は強いと思ってた。絶対弱すぎる。デルさん、正しい死かじゃねえよ。この死が正しかったと言えるように。呪いは後悔も全て出し切れ。しくつく
いましい小僧だ。つくし待て、今考えてる。どうすればあの小僧を後悔させられ、奴らが一番困るのはこれだろうな。いかん、こっちも直してしまった。ここで死ね。ほら頑張れ頑張れ。腕は惜しいか。私も釘崎さんを病院へ届けたらなるべく早く戻ります。まあいないと思うけど。努力いたします。ではあいつがもしもの時は死なせたく。おい知ってるか、我々いいことではないぞ。お前も今夜教えてやる、本物の呪術というものを。福間水氏だが、やはり弱いなお前。そうそう、終わったぞ。どうした小僧。